僕、このフェスに出たくない。本当に出なきゃダメなのかな？え？ちょっと待ってよ、レン君。東京まで来たのにいきなりそれ？どうして出たくないんだ？うまく言えないんだけど、なんか違うんだ。でも、世界に出られるチャンスなんてそうないよ。他のバンドと争うなんて、僕は嫌だ。音楽に勝ち負けなんかないから。たとえ世界を目指していたとしても、誰かと戦ってまで目指す意味があるのかな。でも、万里君の言う通り、チャンスなのは間違いないよ。二度とないレベル。いや、絶対に二度とないチャンスだ。そうそう、見過ごすなんてもったいないって。ユウはどう思ってるの？俺は、参加したい。もちろんチャンスだっていうのはある。でも、それ以上に俺たちの音楽がどこまで通じるのかを試したいんだ。けど、メンバーに一人でも参加したくないって思う奴がいるなら、参加しない。全員で同じものを目指さなくちゃ、世界に出たって何の意味もないからな。アルゴナビスは俺のバンドじゃない。俺たちのバンドだ。全員が主役なんだ。そうだろ？でも、じゃあ参加を辞退するってこと？そんなに結論を急ぐこともないだろ。まだ時間はあるし、辞退はいつでもできるしさ。運営への迷惑とか、これっぽっちも考えてないね。ま、ゆうとくんらしいけどさ。とにかくさ、もう少し考えてみろよ、レン。もっといろいろ知ってからでも遅くはないだろ。うん、ありがとう。ごめん。謝るとこじゃねえよ。それじゃあ、少なくともまだしばらくは東京にいるってことだよね。だな。じゃあ俺、部屋見てくる。さっきからずっと気になってたんだよね。な、ずり！俺もしばらくは共同生活か。あ、後で掃除とか担当を振り分けないとな。僕はちょっと近所見てくるよ。挨拶とかもしないといけないだろうしね。七星は見に行かないのか？うん、いろいろ考えちゃって、まだどう考えたらいいかもわからない感じだけど。そうか。まあ考えるにしても、考える材料が何もない状態だからな。リオはどうなの？フェスに出ることは。俺はずっと競う世界にいた。小さい頃から。だから競う相手がいて、その相手と戦うことの意味を、勝つことでしか得られないものがあることを知っている。だから反対はしない。いや、出たい。そっか。とりあえず行ってみたらどうだ？え？どこに？フェスの前に参加バンド代表が一堂に集まるミーティングがあるらしい。競う場や相手を知れば考える材料になるだろう。競う相手、他のバンドの人たちか。で、そのなんとかミーティングだけど、 LR フェスキックオフミーティングね。要は今回のフェス関係者顔合わせの場って感じみたい。で、各バンドから2人の参加が必須っと。つまりその場で他のバンドメンバーとも会えるわけだ。
いいね。ライバル同士バチバチに火花飛ばし合おうぜ。そうなの？まあ一応リーダーだし、ユーは出てもらうとして。一応とか言うな。でもう一人はどうする？レン君、思いっきり行きたくなさそうな顔してるね。だってバチバチに火花って、それに人がたくさんいるところも好きじゃないし。そんなことないって。きっと懇親会みたいな雰囲気じゃない？俺は七星が行くのがいいと思う。出るか出ないかを決める判断材料にすればいい。うん、いいんじゃない？自分の目で見た方がどんなフェスなのか分かるだろうしさ。そうそう、俺も行くしさ、怖くねえって。分かった。それにしてもすげえとこでやんだな、なんとかミーティング。天井高え。なんか場違いな感じで居心地悪い。僕たちつまみ出されないかな？大丈夫だよ、もっと堂々としてろって。こっちは招待された側なんだからさ。でもやっぱり落ち着かない。じゃあ少しここでゆっくりしてろよ。俺飲み物取ってくるからさ。うん、ありがとうユート。戻ってこないな、ユート。やっぱり僕も行けばよかったかな。ねえお兄さん。え？お兄さん、フェスに出る人な？子供？失礼やわ、立派な中学生やで。あ、ごめん、一応出る人なのかな。まだ出るか迷ってるけど。へえ、なんでなんで？出る意味がわからないからかな。世界へ行く意味とか優勝する意味とか。ふん、面白いこと言うなお兄さん。面白いかな。せやろ、だってこのフェス出る人みんな優勝目指して出場するんやないの？うん、それを意味がわからないなんて。なんや面白いわ。シュウ、こんなところにいたんですか？レイシか、なんやの？まだ挨拶しなくてはならない事務所があります。早く戻ってください。いややわ、あの人らと話しても何も面白ないんやもん。こっちのお兄さんの方が面白いわ。知り合いですか？いえ、今会ったばかりで。あ、そうだお兄さん、自己紹介がまだやったね。僕は宇治川シュー、イプシロンファイのボーカルや。イプシロンファイ、確かフェスに参加する京都の。やばか、東京の会場広すぎやろ。なんや、元気なお兄さんが来たな。おいフーター、少しはおとなしくしてろよ。おのぼりさんみたいだろ。よかやっか、青い。おのぼりさんなんやし、なんかめちゃくちゃ人おるしテンション上がるばい。ああもう勘弁してくれよ、ただでさえ俺らちょっと場から浮いてんのに。あの人たち前に動画で見た気がする、確か九州の。
風神ライジングのボーカルとトロンボーンですね。ああそっか、あのお兄さんたちがね。実に賑やかで楽しそうなバンドだね。なかなか楽しいフェスになりそうじゃないか。うわ、びっくりした。誰？来てたんや、吸血鬼のお兄さん。おや、ダックリバー社の御曹司君、今日は随分とご機嫌な様子だね。まあね、お祭りは楽しむもんやろ。知り合いなのかな。でもこの外国の人も動画で見た気が。フェイリーさん、こんなところにいたんですか。やあトモル、こんなところにいたのか。探したよ。探してたのはこっちですよ。もうすぐフラフラと勝手にいなくなって。あ、そうだ、化粧してないけど、この人たち名古屋のファントムエリスのメンバーだ。悪い悪いレ、飲み物のところ混んでて。ってこれどういう状況だ。参加するバンドほとんど揃って、早速バチバチか。なんかそうなっちゃった。おや、どうやら最後のバンドも来たようだね。見ろ葵、なんかかっこよかねえ。最後にお出ましか。随分と大物気取りやね。ジャイロアクシア。ギリギリだったな、ナユタ。もうキックオフミーティングが始まるぞ。めんどくせえ。お前が聞いておけ、サトズ君。わかった。なるほど、スターティングライブの顔見せで大まかなバンドの人気を測るって感じか。やっぱり競争なんだね。よう分からんけど、とりあえずいっちゃん盛り上げればよかとやろ。雑だけど間違ってはないかな。なら簡単やね。絶対どこよりも盛り上げてみせるばい。なんか他のバンドどこも僕たちより年齢一回り下って感じですね。元気だな。そんなこと気にしてたのかい、トモル。大丈夫大丈夫。ファントムイリスが作り上げてきた世界観の中で僕たちは歌うだけでいいのさ。決して負けはしない。おいナユタ、どこへ行く。顔は出した。もう帰っていいだろう。演奏順がどうなろうと、どうせ最後に勝つのは俺たちだ。なんや、あのお兄さん自信満々やね。他の人らも随分と一生懸命になって。ほんましょうもないわ。どんだけ必死になっても意味ないにね。そうですね。おお、なんか気分盛り上がってきたぜ。ってどうかしたかレン。なんでもない。競うのはやっぱり好きじゃないけど、どこのバンドの人も自信にあふれていて、みんなどんなライブをするんだろう。あ、帰ってきた。どうだったキックオフミーティング。
こうしちゃいられねえぞ、バンリー。練習だ。なんかやけに張り切ってるね。どうだったんだ、七星は。面白い人たちがいっぱいいたよ。みんなすごく自分のバンドに自信を持ってて。それで何か気持ちは変わったか？正直まだよくわからないな。でもあの人たちがどんなライブをするのか見たいって思った。へえ、レン君が他のバンドにそんなに興味持つなんてちょっと珍しいね。ライバル登場で燃え始めてきたってとこか。いい傾向だな。そうなのかな。こっちもさ、二人が行ってる間今回出場予定のバンドをいろいろ調べてみたんだけど、なんていうかクセモノ揃いって感じだね。ああ、確かに会ったのは代表の二人だけだったけど、どのバンドも一癖ある感じだったな。イプシロン5は京都で活動するテクノポップバンド。メンバーはみんな中高生だけど実力は折り紙付き。いわゆる四つ打ち系の曲が多くて、曲は全部ボーカルの子が作ってるんだって。ネットではなんか悪い噂も多いみたいだ。詳しくはよくわからなかったけど、風神ライジングは長崎のスカバンド。とにかく客を巻き込んでのパフォーマンスが圧倒的。スカって？裏打ちのリズムが特徴的なジャンルだ。管楽器パートが前面に出るのも特徴だな。ファントムイリスは名古屋で活動してる人気バンドだ。いわゆる V 系で楽曲の完成度がすごい。あの外国の人のバンドか。ライブでは吸血鬼って設定でやってるんだって。とにかく作り込んでるって感じ。それとジャイロアクシアだ。まさか東京に来てまで会うことになるなんてな。うん、でも僕はちょっと嬉しかった。知り合いがいたみたいな感じなのかな。そんなほのぼのした感じあいつらにねえって。まず各バンドのスターティングライブやるんだよね。一番手はイプシロンファイだっけ。そうで、鳥が俺たち。期待度の高さの表れだな。抽選で決まったって書いてあったよ。まあ鳥なら時間も多めに取れるし、がっつり練習しとこうぜ。それはいいけどさ、その前に確認しないといけないことがあるだろう。どうなの、レン君の気持ちは。やっぱり出たくないの？俺はさ、レン。え？フェス本戦はともかく、スターティングライブには絶対出たいんだ。今日会った他のバンドの奴らに、何よりジャイロに、今の俺たちの実力を見せてやりたい。勝つとか負けるじゃなくてさ、とにかく見せたいんだ、俺たちを、アルゴナビスを。うん、ちょっとユウの気持ちわかるかな。東京での初めてのライブでもあるわけだし、僕たちの実力を確かめられるいい機会だよね。七星、今回のフェスに俺たちが参加することを知って楽しみにしてくれているお客さんの声はある。その人たちのためにライブをやる、今はそれでいいんじゃないか。わかった、そうだね。それにやっぱり聞いてみたい、他のバンドも。出よう、スターティングライブ。シュウ君ご機嫌だね。何かいいことでもあったの？な
今回のフェス全然興味なかったけど、ちょっと楽しくなってきたなって。そんなに楽しかったの？キックオフミーティング？いいなあ、やっぱ俺も行けばよかった。お前が来ても騒がしいだけだ、カナタ。カラスマ先輩、ひどっ。シュウ、こちら用意できました。ああ、ご苦労さん。さすがレイジは仕事早いね。何その分厚い束。せやな、おもちゃの取説ってどこ？これって出場者のプロフィール？うわ、めちゃくちゃ詳細に載ってんじゃん。いつも思うけどさ、カラスマ先輩、こういうのどうやって手に入れてんのよ。お前には関係ないことだ。ずれないな。興味あるな。僕たちが戦う相手がどんな人たちなのか。したら教えてあげようか。今日はちょっと気分がええからね。練習しねえんなら俺は部屋に戻るぞ。聞いておけ、はるか。これから戦う相手を知っておいて損はない。めんどくせえな。まあまあ兄貴、せっかくだから一緒に聞こうよ。うるせえ、離れろ。まず九州の風神ライジング、ここはまあお遊戯バンドやな。勢いだけで演奏は聞けたもんやあらへんわ。うわ、辛口。名古屋のファントムイリスはまあ年寄りの学芸会やね。中学生の妄想みたいな世界観は見とるだけでしんどいわ。てめえが言うな。北海道のジャイロアクシアはまあ実力はそこそこやね。ボーカルがイケスカン感じやったけど、大して興味はそそられへんかったわ。シュウ君のお気に入りはどこなんだい？せやね、アルゴナビスやな。ちょっと面白いお兄さんがおったんよ。大会に出たくない言うてはる。アルゴナビスって少し前に北海道で話題になったバンドだよね。へえ、知っとったんや、カナタ。うん、なんかちょっと話題になってたんだよね。ジャイロアクシアのライバルとか言われて。ま、外面も実力も地味なバンドやわ。曲も青臭くて僕のお気には召さへんわ。ずいぶんしっかり調べたんだね。シュウ君は今回のフェス思ったより本気でやるつもりなのかな。はあ？そんなわけないやん。こんなフェスの結果なんてどうでもええわ。僕が楽しめればね。まあ勝負したって僕が勝ってしまうやろけどな。おい、俺たちがスターティングライブ一番手なんだろ。瀬取りは決まってるのか？でえへんよ。予選の単独ライブなんて退屈やもん。派手に東京デビューしようと思ってたのに。まあフェスの本番くらいは少し本気出してもええけどな。それまでは他でいろいろ遊ばしてもらうわ。そういうわけやから、よろしゅうな、レイジ。わかりました。